お世話になります、ひとりでございます。2021年1月14日木曜日に新たなポケモンの情報が公開されましたね。そう、もうご存知だと思いますが、ニューポケモンスナップが4月30日金曜日に発売ということで、一同が歓喜したと思います。その翌日1月15日金曜日には、新たにダイパリメイクがツイッターでトレンドになり話題になりました。今回はこのダイパリメイクの話題になった理由や、ダイパリメイクが本当に実現されるのかということについて考察しつつ話していきたいと思います。まずこのダイパリメイクが話題になった理由についてですが、それはダイパに関するサブドメインが登録されたからです。つまりすごくざっくり言うと、公式がダイパに関係する動きを見せたため、ダイパリメイクが濃厚じゃないかと話題になったということです。私は一応サイト運営もやっていて、ドメインとかそういうのもちょっとはかじっているので、私の見解も含めて具体的に見ていきたいと思います。まずそもそもは、海外勢がダイヤモンドプール .pokemon.comのドメインが登録されたことが観測されて話題になったんですよね。あとレジェンズ .pokemon.com、 つまり伝説関係の内容ってことだと思いますが、この登録も観測されたとのことでした。どうやって観測したのか知らないですが、世界にはいろんな人がいますから、まあ、ポケモンの公式ドメインでの動きがあったら観測できるように仕組み化していた人が多分いたんでしょうね。観測っていうのもなんか惑星とか珍しい動物とかに使う言葉なので、なんか変ですけどね。まあそこは突っ込まないでください。でその海外勢は実際にそのドメインにアクセスしたらしく、そしたら403エラーが出て URL が存在していたとのことです。この403エラーというのは何かというと、 URL 自体にはアクセスを試みているけど、そのサイトの設定上アクセスが拒否されているということです。この403エラーはよくサイト運営していたらいつの間にか起こってたりすることで、これを直すために .ht アクセスファイルというファイルを適当にいじくり回すのは素人サイト運営者だったらあるあるだと思います。とにかく403エラーはその URL に何かが存在していないとそもそも起こらず、何も存在してない場合は404エラーになるので、ちゃんとそれが確認されていたとしたら、ダイヤモンドプール .pokemon.com が存在していたのは事実と言っていいでしょう。サイトはいろいろな設定があるので、一部を動かすだけで設定が行き違ったりしてエラーを吐くことあるので、たとえ運営している人がプロであってもエラーが出てもおかしくはなく、ダイパーのサイトの存在の可能性は高いと言えます。でそのドメインが存在していたら、ピカブイ発売前にもポケモンレッツゴー .pokemon.com のサブドメインが登録される現象が観測されたらしく、今更こんなことをやるのは長年期待されているダイパリメイクのためだろうと推測され大騒ぎになったということです。しかもダイヤモンドプール .pokemon.com というのはサブドメインというもので、普通サブドメインというのはポケモン .com のメインドメインを取得している人しか取得ができません。なぜならそれができたら誰もがポケモン .com のドメイン名を使っていろんなサイトを作れちゃいますからね。そんなことできたらウェブの世界が崩壊すると思います。つまりこのサブドメイン取得は確実に公式の動きだということがわかるわけです。さらに怪しいのが、現在は先ほどご紹介したダイヤモンドプール .pokemon.com の403エラーが404エラーになっているということです。実際今アクセスすると404エラーになっています。私自身で403エラーを確認はできていませんが、これが事実だとしたらわざわざ設定をいじって変更しているわけですから、ユーザーに気づかれまいと対処したと想像できますよね。なのでやっぱりダイパリメイクの可能性は高いと言えます。正確に言えばダイパ関連の何かが近いうちに起こる可能性は高いということですね。なお私は初めてこの情報を見た際に、サブドメインが登録された、何それで騒いでんの、ケンタテのサイトとかがサブディレクトリで展開されてるんだから、サブドメインはありえねえだろうが、どうせクソアホが垂れ流したクソデマだろうがよ、この愚民どもがと思っていたのですが、よく見たら私が愚民でした。日本のケンタテのサイトを見ると、ポケモン .co.jp/ex/ソードシールドとなっているんですよね。でこれはサンムーンとかでも同様で、これはサブドメインとは違って全く同じサイト内でディレクトリ、まあ、フォルダみたいなもので整理されている
ということです。サブドメインは一応同じドメインが入っているけど全然違うサイトみたいな扱いではあるんですよね。まあそんな劇的に違うかといったらそうではないんですけど、まあ、とにかく日本ではドメインの後の URL でケンタセルのサイトが展開されているわけです。なので私はダイヤモンドプール .pokemon.com はそもそもサブドメインで従来と形式が違うからその URL で展開される可能性は低いだろうと思っていたんです。ただ海外のケンタセルのサイトを見てみたらソードシールドポケモン .comとこちらはサブドメインになっているんですよね。なのでダイヤモンドプール .pokemon.com というのは全然ありえるんですよね。つまり日本と海外でサイトの展開のされ方が違って、まあ、私は勘違いしてしまったということです。なので元々のこの情報は海外勢が言ったことなんでむしろダイパーのサイトの信憑性は高まったくらいですね。でここまでが今回話題になった情報でここまででも近いうちにダイパーリメイクが来る可能性は高いと感じたかと思いますが、この情報以前の情報を踏まえてもダイパリメイクの可能性は高そうなのです。まず一番重要なのは初代ポケモン発売から25周年記念が近づいているということです。2021年2月27日に25周年記念を迎えますので、その時にケイティ・ペリーとのコラボがもう発表済みですが、それと同時にダイパリメイクも発表される可能性は否定できないでしょう。実際プレスリリースには世界の音楽産業のリーダーであるユニバーサル・ミュージック・グループ協力のもとケイリー・ペリーを筆頭にスター勢ぞろいのプログラムが制作され、同時にポケモンシリーズのゲームスマートフォンアプリケーションアニメーショングッズなどにまたがってファンが楽しめる25周年記念企画が進行するとあるので、ダイパリメイクでなくとも何かしらは来そうな気がします。さすがにケイティ・ペリーと MV 撮って終わりっていうのは費用対効果が悪すぎだと思いますからね。で他にはケンタテは発売されてから2021年11月15日で2年経つということです。大体ポケモンはメインのシリーズの 1,2 年後にマイナーチェンジシリーズが発売され、その 1,2 年後には完全新作かリメイク版が発売されてますから、その年数的にダイパリメイクが来てもおかしくないということですね。まあこの発売される年数については具体的に見てみると、ピカブイなんかはウルトラサンムーンの1年後に発売していたりとかなりばらつきがあったりするんですけどね。とりあえず2年も経てばいつ発売されてもおかしくないということです。なおマイナーチェンジ版については鎧のこと冠の雪原が公式的にちゃんとマイナーチェンジ版の位置づけとして発売していますから、次にマイナーチェンジ版が発売される可能性は高くないでしょう。また最近は昔ポケモンをやってた人が大人になっているためミュウツーの逆襲のリメイクとかがあり、リメイクの気風がかなりあると思います。こういった状況もダイパーリメイクが来る可能性の一つの要因とも言えるでしょう。なのできっと来るきっと来ると思います。他にも今までにゲーム内で伏線がたくさんあったようで、まあそれは別の動画でまとめようかなと思いますので、動画上がったらチェックしてくださいね。まあ、ちなみにダイパリメイクの言葉がツイッターでトレンドになっていましたが、オメガルビーアルファサファイアとプラチナマデモがトレンドになっていました。今回のダイパリメイクの話題に乗っかってオメガルビーアルファサファイアが無駄にディスられてたっていう感じですね。ああいう風にはなるなよ的な感じでした。結構褒める内容も多かったんですが、基本けなす内容じゃないとネットでは話題になりにくいですからね。まあそういう風になるのは仕方ないでしょう。でプラチナについてはちゃんとポケットモンスターのという感じで話題になっていたはずなんですが、実際探してみるとプラチナについてのツイート全然見つかりませんでした。なんか他のゲームのなんかプラチナランクとかそういう感じのツイートばかりで、ポケモンについては話題になってそうでなってない感じでして、プラチナがちょっとかわいそうでしたね。まあとにもかくにもダイパリメイクは来るかもしれないので、めっちゃ期待してみんなでゲームフリークにプレッシャーをかけて PP を減らして待っていましょう。ただたとえポケモンスタジアムのリメイクが来ても絶対大パンなんてしないでくださいね。